皆さんこんにちは、山本義則です。今回は腹筋を鍛えるですね、いわゆるコロコロ、正式名称はアブローラーというんですけれども、アブローラーの正しいやり方についてお話ししたいと思います。まず今腹筋のためのアブローラーという話をしましたけれども、筋電図の測定によりますとアブローラーなかなか優秀です。他のボールクランチとかの方がまあ確かに筋電図の測定としては高いんですけれども、アブローラーもなかなか効果は高い。ただ普通のアブローラーですとこのように手の方を動かすんですけれども、足につけるタイプもあるんですね。この足につけるタイプのアブローラーの方が効果は高かったというような報告もあります。まあただ足につけるのなかなか難易度が高いというのと、あんまり簡単に入手できないということもありますので、今回は手で動かしてやるアブローラー、そのやり方についてお話ししたいと思います。はい、アブローラー、普通はですねつま先立ちだけでやるのが本当のやり方なんですけれども、なかなか難易度が高いということもありますので、まずは膝立ちでやってみましょう。膝を地面について、できるだけ腕が伸びきったままギリギリまで下ろして戻していきます。この方法ですと多くの人ができると思います。ただやり方にちょっとポイントがあってですね、アブローラーやってる時に腰が痛くなってしまう、あるいは腕とか背中とか別のところに効いてしまうという人がいるんですけれども、それはなぜかと言いますと、腹筋を鍛えるためにはお腹を伸ばして曲げなければいけないということが大事ですので、それができてないんですね。どうすればいいかというと、戻ってくる時に背中を丸めるようにしながら戻すということが大事です。やってみましょう。そして背中を丸めるようにしながらこうです。この時にずっと背中がまっすぐのままやってしまうと腰に効いてしまうんですけれども、このように背中を丸めて伸ばしておく、このようにすると腹筋にちゃんと効いてくると思います。そして次のレベルでは壁を使いまして可動域を制限します。まず行ってみましょうか。壁を使ってこの辺で止めて戻ってくる、このようにするとですね、途中まで下ろしてやることで、できるようになったら足の位置をだんだん後ろにしていきます。可動域を広げて、こうするとだんだんきつくなってきます。で最終的には足を離してここにつかないでやるという風にできればベストです。でもう一つやり方がありまして、ネガティブでやるという方法があります。ネガティブでやるというのはこうペタンとなるまでまずやって、つま先立ちでこうペタンとなるまでやっちゃって、そこから膝をついて戻ってくる、でまた膝を浮かしてペタンとなるまでやって膝をついて戻ってくる、こういうネガティブを重視したアブローラーも効果的です。ペタン、膝で戻る。はい、ありがとうございます。感想を聞いてみましょうか。いかがでしたでしょうか。ネガティブ、いい感じで練習できます。やってみてください。アブローラーがない人は雑巾とかタオルとか何か滑るもの、今回は軍手を用意しましたので、これで代用してやってみましょう。見ていただければ分かります通り、非常に戻ってくるのが大変です。まあ、今ちょっとひよってですね、膝でやってますけれども、これでつま先立ちでやるとどうなるか見てみましょうか。あ、一で戻ってきました。でももうちょっと下まで戻すとどうなるかな、こうなりますので、皆様自分の可動域、膝でまずできるようにして、できるようになってからつま先でやるというような感じですね。自分の腹筋の強さをしっかりと自覚した上でやるようにしてください。はい、竹迫さんは、上級者ですので、一番きつい方法としまして軍手アブローラー3スラッシュ7やってみたいと思います。はい、まず3回いきましょうか。よし、1 2 3
そう。はい、ではフォローして15秒いきますね。どこ？どこ？こういう感じになりますので、トリスラス7、自分は上級者だという方はぜひチャレンジしてください。はい、こちらのアブローラー、どのような、プログラムでやっていくかなんですけれども、腹筋も他の筋肉と全く同じように考えてください。よく腹筋は毎日やっても大丈夫だというような人結構多いんですけれども、全然そんなことないです。他の筋肉と同じようにですね、中4日、中5日ぐらいでしっかりと鍛えていく、それで、よろしいかと思います。でセット数もトータルでですね、3セットか4セットもやればもう十分だと思います。腹筋は他のスクワットとかデッドリフトでもかなり刺激が加えられていますので、他のスクワットとかデッドやってさらに腹筋だけに特化して3セット4セットやっていけば十分鍛えられますので、あまりやりすぎないというようにしていただけると良いかと思います。でレップスなんですけれども、アブローラーかなり強い刺激を与えられます。週1回はボールクランチとかで多めの回数をやる、もう1回、別の日はアブローラーで高重量の刺激を与える、もうこれは本当に6回とか7回8回10回そういう感じでですね、他の筋肉と同じように少なめの回数で強い刺激を与えていくというようにしていただければ、ハイレップスのボールクランチとローレップス高重量のアブローラー、その2つをうまく組み合わせることによってシックスパックボコボコの腹筋を作ることができると思います。はい、今回はアブローラーのやり方について解説していきました。面白かった、興味が持てたという方はぜひ高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いしましょう。この度バルクスよりホエープロテインパーフェクトチョコレートに続きまして、新フレーバーとなりますストロベリー風味が発売されることになりました。発売は8月中旬からなんですけれども、楽天では先行予約を受け付けております。こちらのストロベリー風味、味がついているんですけれども、チョコレートと同じようにですね 90.8% と WBI で 90% 以上のタンパク含有率を誇っております。ご予約いただきますと、先行予約の価格としまして3680円と、とてもお得にご予約いただけます。詳細は、こちらの概要欄の方からお申し込みいただければと思います。皆様のお申し込みをお待ちしております。